皆様こんにちは、アトリエフューズの谷川文江です。今日は淡路島さんの赤いカーネーションカイザーと言います。こちらとちょっと珍しい赤いブバルディア、ブバリアとも言います。これを使って、赤いカーネーションとブバルディアで母の日のスタイリッシュな赤いブーケを作ってみたいと思います。このブバルディアというお花は非常に水が下がりやすいお花です。水が下がるというのは切ってお水につけても、あの花首が折れてしまう、落ちてしまう。例えばこれをこう切ってこのままお水に入れても、あの水揚げが非常に悪いですので、ちょっと叩きます。このようにハサミの後ろでもう割れるぐらいまでしっかり叩いていただくと、水がしっかり上がって、あのお花が最後まで咲きますので、この処理が重要になります。はい、それではブーケに組んでいきます。淡路島さんの赤いカーネーションは昔から牧歌用によく使われているということで、まあ、母の日の赤いカーネーション以外の用途っていうのは牧歌に関西の方では入っています。でも今日はその赤いカーネーションの非常に美しいですので、これを母の日にも使えるようなデザインに組んでいきたいと思います。カーネーションの間にブバルディアが覗くような形でバランスよく組んでいきます。で今日はこちらに離宮草がありますので、離宮草で動きが出るようにお花の間に入れます。で今日の離宮草の丈がとっても短いので、この丈に合わせてブーケにしてみたいと思います。ショート丈のブーケですね。それでは縛っていきます。長さはこの離宮草に合わせて切っていきます。で下葉の方は、お水の中に入りますと腐ってきますので、なるべく細かいものも全部外していただけた方が長持ちすると思います。叩いておきます。ブーケはほどかずにこのまま茎に入れていただいたら結構です。で一つ注意点なんですけども、これ入れてしまいますと茎が全部お水の中に入っていますね。できましたら茎の先が浸かれば構いませんので、お水を半分ぐらいにして茎全部がお水に浸からなくても全然大丈夫ですので、このような形で飾っていただけたらと思います。はい、赤いカーネーションも他の花と合わすことによってスタイリッシュな感じになると思います。ブアルデアの他に、赤系のお花であるとか同系色でまとめますと、かっこいい感じのお花になりますので、他の花で合わせてみて、楽しんでみていただけたらと思います。これで淡路島の生産者農家さんが作られた赤いカーネーションとブバルディアを使ったブーケが出来上がりました。はい、ありがとうございました。